皆さんこんにちは。歯学部歯学科4年の桑原と申します。本日はオープンキャンパスの動画を見ていただきありがとうございます。この動画を見ていただけている方は多くの方が受験生だと思います。勉強で大変なところではありますが、勉強の合間の休み時間だと思ってこの動画を見ていただけると幸いです。この動画では歯学部歯学科の学生生活を学習面と生活面の2点からお話しさせていただきたいと思っております。まず学習面についてお話しさせていただきます。広島大学歯学部歯学科の学習面についての主な特徴というのは、まず一番最初に日英両言語の授業というのが挙げられると思います。日英両言語というのは留学生のいらっしゃるので英語で授業を専門科目では行うんですけど、広島大学歯学部歯学科の教授の日本人の先生がほとんど日本語と英語を喋られるので、英語もそれほど聞きにくいということもないですし、ですが英語の力も必要とされるので程よく自分の英語力が上がっていくと思っております。また留学生とも話すことがかなりありますので、留学生と英語で話すことによって英語力もかなり自分の中では鍛えられたかなと思っています。また英語に自信がない方でも留学生はかなり日本語のこともある程度分かっておりますので、そこはそこまでさほど心配することはないと思います。英語が苦手な方でもぜひ広島大学歯学部歯学科に入学していただけると嬉しいと思っております。また歯学部歯学科は1年生から6年生までの6年生の大学です。1年生の間は東千田キャンパスという広島市中区の方にあるキャンパスで専門科目を医学部、薬学部の他の学生と一緒に受けていきます。2年生から6年生になりますと広島大学の霞キャンパス、大学病院の隣のキャンパスで、特に 2,3 年は基礎科目、4年生以降は臨床科目というふうに勉強を行っていきます。 2,3 年で行う基礎科目というものは臨床科目で必要なものの基礎になるものなので、基礎科目が分かっていないと臨床科目が分からないということがあります。なので広島大学歯学部歯学科の 2,3 年生はかなり基礎科目をしっかり勉強して3年生に上がったり4年生に上がったりしています。また3年生の後期ぐらい、前期か後期ぐらいから臨床科目が徐々に入ってくるんですけど、臨床科目というのは歯医者さんになるための技法だったり技術だったりを学んでいく学問になります。ので歯医者さんになるっていう意思がある方だとより楽しい授業だと思います。また4年生になりますと、4年生の4月から5年生のだいたい6月とか7月ぐらいまで研究室があります。自分も今4年生なので、広島大学歯学部の口腔ゲノム腫瘍学という藤井教授の下で研究室に配属されております。僕の研究室ではがん細胞を殺したり、がん細胞にどんな薬品を与えるとどんな細胞の増減があるかとかを調べて、日常生活がんの治療に活かせるような研究をしています。また5年生になりますと研究室も最初の方はありますが、 CBT や OSCE など厳格な試験などもあります。こちらの試験に合格しないと5年後期から始まる臨床実習、広島大学病院歯学部で実際臨床の前に出て行う実習に参加することができない試験があります。なので5年生はこの試験に向けてしっかり勉強して、試験に合格したら臨床実習の場でいろんな経験を学んでいくという形になります。また臨床実習が6年生の前期ぐらいまでありますので、それが終わったら皆さん国家試験の勉強をされております。以上で学習面についてお話を終わります。続いて生活面についてお話ししていきたいと思います。まず部活についてお話ししていきたいと思います。広島大学歯学部歯学科の学生のほとんどの学生がですね、部活に入っておりまして、その中でも部活同士は歯学部の部活に入っております。
歯学部の部活は本学の部活と違いまして、歯学部の、大会があるので、それを目標に、もっと厳密に言いますと8月に、毎年8月にですね、全国の歯学部の部活が各部門、各競技に合わせてそれぞれ集まって大会を行うというオールデンタルという大会があります。そのオールデンタルに向けて歯学部の部活動の学生は皆そのオールデンタルの優勝を目指して頑張っています。また歯学部の部活ではなく一試薬合同の部活に入ったり、もっと高みを目指したい部活動生は本学の部活に入ってインカレに出場を目指して頑張っています。次にアルバイトについてお話ししていきたいと思います。アルバイトをほとんどの学生がしてるんですけど、アルバイトだけではなくて部活とアルバイト両立して頑張ってる学生も多くいます。自分も歯学部ソフトテニス部に所属しておりまして、バイトも2つ掛け持ちしています。ですが学業も部活もアルバイトも全部頑張れるような大学生活を送れます。実際ほとんどの学生が自分のようにバイトと部活と学業それぞれ頑張っている学生が多いと思います。ぜひ広島大学歯学部歯学科に入学された暁にはそれぞれ部活もバイトも学業も頑張ってみてください。また歯学部歯学科の学生の半分は県外出身者です。特に関西方面だったり岡山の出身の方は多いです。自分は福岡出身で今下宿をしています。また下宿先は自分は生協のアパートに住んでるんですけど、広島市南区に住んでいるので広島駅にも近いですし、広島の中央通りだったり本通りにもすぐ行けるので、プライベートもすごく便利に使えます。あと先ほども言いましたが、県外の方が半分ぐらいいますので、いろんな方言が教室では話されています。すごくわちゃわちゃしてて楽しい雰囲気で歯学部歯学科の学生は生活できますので、ぜひ広島大学歯学部に入学した暁にはいろんな県外の方とお話ししていろんな友達を作ってみてください。これで広島大学歯学部歯学科の説明を終わりにしたいと思います。